監督ラボの監督です。まずはですね、チャンネル登録500人ありがとうございます。はい、というわけでですね、まずは感謝させていただきたい。まずは感謝させてください。 YouTube 投稿を始めて2年8ヶ月、その間投稿した動画253本、一番再生された動画約33,000回数、ありがとうございます。全動画合計再生回数25万再生、ありがとうございます。いいね、コメントありがとうございました。監督の登録者の目標は1000人です。今回ですね、中間地点、折り返し地点というわけで動画を撮らせていただきました。まあ、ちょうど500人というわけで、監督がですね、この YouTube を始めたきっかけを、この動画ではですね、実は語ってなかったので、まあ、サクッと話したいと思います。2年8ヶ月前、YouTube を始める前ですね、監督、かなり人生について悩んでおりました。当時ですので、17年、18年ぐらい自主制作映画を撮っておりまして、映画祭に出しても上映できる作品に選出すらされずですね、自分はこんなに長くやってるのに何もできずに人生が終わるのかとアラサーになってですね、いろいろ考えておりまして、自分にとっては高校生ぐらいから自主制作映画を保護にですね、人生を歩んできて全てをかけてきました。そんなわけで考えた先、 YouTuber になろうと決めました。なぜかと言いますと、自分自身に問題があるのかなと。自主制作映画追求していたがために、普通の人がやってこなかったものを結構いろんな面でサボってきました。だったら自分のスキルアップを含めて YouTube をやってみようと決心しました。正直なところ、顔を出すのも嫌だし、声を出すのも嫌だし、とにかく人前に出たくなかった、そんな自分でもね、このままね、何も結果を出せずにもう後がないというわけでですね、顔面を晒し、自分のやりたいことをですね、徹底的に追求して動画を一本一本魂込めて作ってきました。この2年8ヶ月 YouTube を通して、たくさんの商品レビューだったり、大好きな映画やアニメのレビュー、毎年恒例福袋開封、雪原で激辛食ったり、見よう見まねでゲーム実況やったり、 ASMR 撮ったり、外ロケしたり、旅行したり、フィギュア紹介したり、ラボットに出会ったり、それから嬉しかったのは企業案件。まさか自分にね、声がかかるとは正直思いませんでした。この YouTube をやらなければ、全くもって知らなかった世界もたくさん知ることができました。さて、これからです。サントクラボ、セカンドシーズンではない、まだ。1000人登録したらもうセカンドシーズンに入るけども、アニメで言うとワンクールです。2クールで次のシーズン2、2期に行くためにはあと500人。普通に行ったらあと2年ぐらいかかります。でも、できる限りやっていきたいなと思っております。何かを変えるとかは特にありません。自分が本当にやりたいこと、おすすめしたいもの、記録に残しておきたいものをですね、動画を通して一本一本出していきたいと思っております。そして今後について、トゥーカメラ OK! 音 OK! 役者 OK! よーい、スタート。はい、監督ラボの監督です。というわけでですね、これからですね、今後の展望を動画に残しておきたいと思います。チャンネル登録1000人になったらですね、こういった動画をまた撮りたいと思うんですけども、今現在500人の状態で残しておきたいと思います。動画投稿に関してはですね、どんどんと出していきたいと思います。最近ですね、2時間ぐらい動画止まったんですけども、自主制作映画の脚本で結構ね、グヤーンと全集中しててですね、何も手をつけられないぐらい、すいませんでした。というわけでですね、今後はですね、自主制作映画を撮りながらですね、YouTube 監督ラボを上げつつも、自分のね、目標、夢をですね、実現に向けて頑張っていきたいなと思っております。で、最初にですね、まず一つご報告があります。企業案件ではないんですけども、フィリピンの公認プロになることになりました。ありがとうございます。ピピンって何やねんってね、思う方もいるかと思いますが、今後動画を出していきたいと思います。まあ、ざっくり言いますと、監督が商品で結構出してるかと思うんですけども、その商品のサイトをですね、別で立ち上げて、それをね、おすすめできるというですね、プロですよ。ありがとうございます。向こう側からプロになりませんか？ありがとうございます。公認のプロ、頑張っていきたいなと思っております。こちらに関してはですね、まあ、YouTube 動画と連動していい形になりますので、後日ピピンとは何ぞやという動画もですね、出していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。高校生の頃に夢ができたのが、自分の映画をですね、全国の劇場で流したいっていうね、映画監督を目指したわけなんですけども、もうその夢に関しては、もういいかなと。別にそれ諦めたというわけではなく、夢が変わったというところですね。やってます。何だろうかな。そうだな。まあ、19年やってて、ある意味ちょっと決着がついたかなという感じはあります。まあ、でもね、映画は好きなんで、これからもやっていくかと思いますが、まあ、YouTube デビューしてから、何かしらやっぱり夢、なんだろうな、今自分が最もワクワクして、ワクワクできるものをですね、追求していきたいと思います。もうこれはね、40になっても、50になっても、60になってもですね、人生を楽しんでいける人間になっていきたいなと思っております。はい、というわけで、これからもですね、ワクワクドキドキを求めて、YouTube 動画投稿していきたいなと思っております。では、
また登録者1000人になった時にどれくらいかかるか分かりませんが、できるだけ早くこの IK ナビとともによろしくお願いいたします。登録者1000人になるまで生きてろよ。お前はもう10歳なんだからな。まあ、できる限り最短でいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。ありがとうございます。切り崩せトゥ。まずは感謝させて、監督のですね、目標あれ、自主制作映画、に、中間地点で今2年。はい、というわけで今後やっていきたいことをやっていきたい、もう一回いいっすか。